こんばんは。本日1月19日、非常に面白そうで、下環境でも活躍するかもしれないカードが公開されましたので、少しだけ紹介します。そのカードがこちら、ドッペルギャング。いろいろな意味でヤバいカードだと、一目でわかりますね。まず、カード名が素敵ですよね。自分と同じ姿の人間に遭遇する超常現象、ドッペルガンガーと、集団やグループ、特にならず者のグループを意味する単語、ギャングをかけているようで、カードの効果にもぴったりです。どんな日本語名になるのでしょうね。私なら、ドッペルギャングと音写します。このカードは緑青のソーサリーで、まず目が行ってしまうのが、XXX 緑青という強烈なマナコストで、効果は、X 個のパーマネントを対象とする、対象1つにつき、それぞれ X 個ずつコピートークンを生成するというものです。コピートークン生成ソーサリーとしては、珍しく対象のパーマネントタイプに制限がありません。土地も対象にでき、しかも自分だけでなく、対戦相手のパーマネントでも対象に取ることができます。これは面白いですね。直感的に理解しにくいですが、これを唱えて何が起こるかを考えてみますと、X イコール1で5マナ払って唱えた場合、対象のパーマネントのコピーを1つ生成するだけで、これなら4マナで同じくコピーを生成し、さらにおまけがつく、イルーナの神話に劣ります。しかしこれを X イコール2、8マナで唱えた場合は、対象を2つ取って、それぞれ2つずつ、合計4つもコピーが生成できてしまいます。さらにビッグマナが出せるデッキなら、X イコール3で11マナ払い、コピー9個生成とかも可能ですが、そこまで行くとオーバーキルですかね。このカードを初めて見た時には、その派手さに驚きながらも、統率者戦向けっぽいカードだな、と思ってしまいました。しかし、よくよく考えてみると、待てよ、このカードは普通に強くて、60枚フォーマットでも使われるのではないかな、と思ったのです。私がそう感じた理由について、いろいろお話しします。まず、当然かもしれませんが、このカードが採用できるデッキはランプ系など、大量マナを出せるデッキに限られます。スタンダードなら、ドメインランプが該当しますね。例えば、ドメインランプのミラーマッチになったとして、相手に、偉大なる統一者アトラクサを出されてしまっている状況で、X イコール1でアトラクサを対象にして唱え、こちら側にもアトラクサを出しつつ、着地誘発でライブラリーの上から10枚から除去を入手し、相手のアトラクサを除去、なんてことも可能だと思います。さらに、もし土地が伸びていて、X イコール2で唱えられるなら、アトラクサとアンタップインの適当な土地を対象にして、アトラクサの能力を2回誘発させ、ライブラリーから入手した力戦の束縛を土地のコピートークンから出したマナで即座に唱えてアトラクサを除去、という動きも可能です。他にも、力戦の束縛をコピーして除去を行ったり、全理カーへの進行をコピーして、さらに土地を伸ばすことも可能です。あと、もちろん、豆の木を登れも誘発します。なんなら、豆の木を登れをコピーしてもいいでしょうね。パイオニアですと、白日オムナス、白日2部あたりで使われるかもしれません。ドッペルギャングも2色のカードですので、2部ミゼット最短で手札に加えられるカードですしね。モダンでは特に面白そうで、土地がコピーできるため、スケープシフト、アミュレットタイタンあたりで採用し、溶鉄の先方バラクートを大量にコピーして、火力の誘発をプレイヤーに向けて倒す、とかができますね。ワンチャンですが、緑トロンで採用し、彩色の星から出た青マナを使って大きな X で唱え、ウルザランドや相手のパーマネントを大量コピーとか、面白いかもしれません。レガシーでも、クラウドポスト、ジュエルズなどのデッキに入りますかね。意志の力のコストにもなりますしね。そんなわけで、この、ドッペルギャング、一見すると、おバカカードに見えるかもしれませんが、蓋を開けてみると、スタンでも下環境でも存在感を見せつける、ダークホースになるかもしれません。私も、カルロフ邸殺人事件発売後、モダンやパイオニアで色々試してみようと思いますし、使用感が良ければ、使ってみた感想動画も作ってみたいと思います。皆様はこの、ドッペルギャング、現時点でどう見ますか？コメント欄で感想をお聞きしたいですね。